杉村三郎シリーズ名もなき読、名もなき読は2006年に原頭者から刊行された宮部みゆきの長編推理小説。杉村三郎シリーズの2作目で前作、誰か、サムバリー以来3年ぶりの現代ミステリーである。北海道新聞、中日新聞、東京新聞、西日本新聞で2005年3月1日から同年12月31日まで。 河北新報で2005年4月1日から2006年1月30日まで、中国新聞で2005年8月5日から2006年8月10日まで連載し、最終章を書き下ろして2006年8月25日に、原頭者から単行本が刊行された。2009年5月21日に、公文社から、カッパのベルス版が2011年12月10日に、 文春文庫版が発売された。2007年には第41回吉川英治文学賞を受賞した。時系列としては誰かサムバディの約1年後となっていて登場する原田泉の悪意から来るトラブルと連続無差別、毒殺事件を並行して描き、タクチド汚染戦やシックハウス症候群などの問題も取り入れられたストーリーを展開。 また1931年に発表された藤山一郎の歌謡曲丘を越えての歌詞が終盤の要素として用いられている。2013年の杉村三郎シリーズのドラマ化作品名もなき読で第6話から11話までの第2部として映像化された。今田コンツェルン会長の娘婿の杉村三郎が所属する同コンツェルングループ広報室は満足な仕事をこなせず、 度重なるトラブルと圧力を生み出すアルバイトの原が、泉を解雇した。しかし、泉が、広報室の社員たちから嫌がらせやセクハラをされたと、嘘八百を並べ立て、訴訟を起こすという手紙を、会長の勝ち貸し宛てに送ってきたことから、サブロー若親の命を受け、泉の窓口として、問題対処に当たることになる。泉の詐称だらけの経歴の裏付けを取り始めた。 サブロは、その最中に過去に泉を調べていたという、私立探偵の北見一郎、北見の元を訪ねてきた、女子高生、小谷道香とその母、秋子と出会う。秋子と道香は、埼玉市、横浜市、東京都で発生した、連続無差別毒殺事件の第四の被害者の娘と孫だったが、事件全体のつながりが不透明なところもあり、秋子は、警察から犯人として、 疑いを持たれていた。このことにより、古屋親子の関係がギクくしゃくしていることを知った、サブローは、アキコたちに親身になり、自らも事件の真相に近づいていく。やがて、泉の悪意が広報室全体を襲い、やがては、サブロー個人に照準を定めていく。ありがとうございます。